皆さんこんにちは。今回も原田代表に様々なことをお伺いしたいと思います、はい、今回は、韓国と北朝鮮をテーマにしてお伺いしたいと思うんですが、はい、北朝鮮、先月、はい、大声になりましたけど、はい、あのミサイル発射とかですね、はい、いやすごいもう、はい、怖いなとは思うんですけれども、はい、北朝鮮内も今あの新型コロナウイルスの対策がね、あの失敗してたりとか、崩壊しつつあるんじゃないかというふうに言われてはいるんですが、これこのまま南北統一っていうのもあり得るんですかね。いや、あの基本的には、アメリカと中国がどういう合意をしているかだと思うんですね、でそれで僕は知る限りによってはトランプ政権の時には習近平はですね、中国側としては朝鮮半島が内戦になって難民が中国に押し寄せるということがない限りにおいては何やってもいいですよというところで米朝交渉が実は始まったという経緯があるんですね。で今回はどうなのかなという感じですね。とりあえずその、バイデン政権としては今の感じだと、直接の交渉ではなくて多国間の協議をやるんだという感じで、中国とロシアも巻き込んでという他のね、あの部分ではなんか中国とロシアと喧嘩して喧嘩していることになっているのは なぜか なんか北朝鮮についてだけ話すということになっているわけですよ。でここのところどう捉えるかというので、何となく私が現役だった時代に非常に近いなという感じがしますね。と言いますと、というのは要するに日本だけが、抜け駆けするのを防ぐと。これこの場合において日本が抜け駆けするっていうのはどういうことなんですか。それはですね、結局その韓国と国交正常化、いわゆる国交正常化のですね基本条約を結んだ1965年なんですけど、その後その、ODA として、償いを払っていくという金額が決まってなかったじゃないですか、で結局その1980年代の、我が国は平成バブルになる直前ですね、円高不況の時に、中曽根政権が、その成立をする中で、瀬島隆三、当時偉大な経営者がいましたけれども、彼が陸軍士官学校のルートで話をつけに行って、結局その金額が決まって、何やったかというと無償資金協力援助でドカッとお金をあげたわけですね、結局その韓国の企業っていうのは、ものすごい日本のやり方に似てるじゃないですか。最近でこそね、サムスンとかなんとかって、いろいろグローバルカンパニーと言ってますけど、基本的にやっぱりその1997年の韓国の経済危機までの旧財閥というのは、基本的にやっぱり日本からいろいろ学んだところで伸びたわけですよ、つまりそれを避けたいんだと思うんですよね、つまり日中平和宣言というのがベースとしてありますけど、あれも結局同じで無償資金協力援助、で ODA というちょっとテクニカルな議論で恐縮なんですけども、ご存知だと思いますが、無償資金協力援助というのはお金返さなくていいけども、その代わりにうちの国の企業を使ってよって言えるわけですね、だから要するにこのままいくと北朝鮮が市場化、その普通の国になるというプロセスがもし国交正常化によってなるとすれば、日本企業がまた韓国と同じようにですね、わーっと席巻しちゃう可能性があるわけですよ。それやっぱり避けたいでしょうね。なるほど、であれば日本がまず一つは拉致問題というのにどうしても固執せざるを得ないような形で、要するに他の国々は無視してる、ここまで拉致問題も大きくならないわけですよ、だけどやっぱりアメリカも日本を支持するよって言ってね、やっぱそこに本当の目論見あると思いますし、やっぱ今回多国間協議だよって言ってるのもやっぱ各国も同じように考えてると。そうするとバイデン政権は一体北朝鮮がどういう国であり続ける、どういう国でありたいというふうに思ってるんですか。今日ね、ちょうど収録している日に東京新聞が共同通信をキャリーする形で非常に面白いのを出してましたけども、1978年の段階にアメリカ政府は実は尖閣諸島にあるその射爆場、射撃、それから爆弾落とすの練習場がありますけど、射爆場をもう米軍が使わないようにするという内部通達を出してたということが明らかになったわけですよ。で米軍はその後何度もそこ使いたいって言ったんだけども、ホワイトハウスは絶対認めなかった。要するに日中の間で の紛争に巻き込まれたくないというのがあるんですね。でどうしてかって、その根本にあるのはやっぱりアメリカは撤退したいからなんですよ。だからこれでまた日中がこじれたらばアメリカは撤退できなくなっちゃうんですね、もう撤退したくてしょうがないので、どんどんグアム島に全部撤収してるわけですね、そのグアム島すらも最近どうもなんかグアムからも撤退してんじゃないかって話も出てきてるんですよ。そうなってるとグアムはどうなっちゃうんですか。だから別にそこまで出番なくていいわけですよ。でやっぱり、我々は考えなきゃいけないのは、アメリカと中国は軍事的に見たときに、本当はね、ちょうど日付変更線のところでくっきり分けて大西洋を二分割してんじゃないかという議論前からありますよね。つまりお前は西半分やれと、俺は東半分やるからと、つまり西半分に日本が入ってるわけですよ、だからアメリカは別にもう守るつもりも全然ない可能性があるんですよ。ここ
日本は中国に守られるってことですか。うん、だから日中同盟というオプションがあればそうですけどね。でもそうじゃなければ、はい、でもその前にね、やっぱりすごく重要なのは、日本にもうね、あの在日米軍がもういなくてもいいでしょうという状況を作る必要があるんですよ。でそれは究極は何かというと米朝同盟ですよね。うん、でまあ簡単に言うと、まあ、米軍の基地が北朝鮮にできちゃうみたいな。なるほど。あるいはそこまでいかなくても、まあ、一時期のタイがそうでしたけど、その通過、空軍機が通過するのを認めるというのもありですよね。うん、そこまで一気にいっちゃったらもう一気に変わりますよね。でも動画の途中ですが、ここでお得なお知らせです。会員制サービス原田武雄ゲマインシャフトでご提供しています全てのレポートが14日間完全無料で体験できるトライアル会員を募集中です。詳細お申し込みは右上の i マーク、もしくはこちらの動画の概要欄をご覧ください。今中国はまたさらにフィリピンの方にいて、まあ、南沙諸島もね、うん、はい、さらに拡大をして、まあ、侵略といいますか、うん、言い方ちょっとあれですけれども、うん、そんな動きがまた激しくなってるんですが、うん、それでも僕ね、海軍力で行った時、中国ってそんな大したことあります？ないと思います。ちょっと分からない。全くないと思いますよ、はい、もう空母も含めて全くないと思います、うん、だ僕はむしろ、まあ、ちょっと今日の、ね、話がずれますけど、うん、あのこれから、ね、戦争をやるとしたら南アジアで、しかも、ね、うん、あの今ミャンマー大変なことになってるじゃないですか、はい、あのミャンマーの近辺 の, 中 の, あのヒマレアとか、ね、あの辺の南のあたりのなんかあの辺にカシミールとかね、うん、だからあの辺で大きいんじゃないかと思ってるんですよ。つまりどうしてかというと、うん、アメリカやっぱり今も景気ってすごく悪いでしょ、うん、それを良くするために戦争経済っていうんですけども、はい、戦争によって軍需を回さなきゃいけない、うんうん、だけどそれがですね、自分とかより近くだとか、うん、自分がなんかどうしても行かなきゃいけないとかだともう儲かんないし、うん、命が落ちちゃうわけですよ、うん、落とさなきゃいけない。だから極力遠くがいいんですよ。アメリカからするともう一回遠いじゃないですか、あの辺っていうのは。じゃあこのミャンマーをそそのかしたと言いますか、うん、であれ中国もロシアも絡んでますよね、結局向こうの国軍側は。でそれでアンサン数値っていうのは例によってイギリスとアメリカだって、そういう構造の中で代理戦争をやらせるっていうのは全然ありなんじゃないですかね。っていうことを考えると、つまり何が言いたいかというと、うん、アメリカはそんな別に日本のためにね、そんなあの行動していることが全然なくて、うんうん、先ほど言ったように最終的には世界全体を中国とも二分化するんだという、実はものすごい大きな合意があったとすると、うん、表向きは言ってますけども、まあ、そこは任せるからって言ったらば、口は出しているように見えるけど実際何もしないというふうになってくるんじゃないですか。じゃあ世界はアメリカと中国で回っちゃうってことなんですか。そうですよ。だから僕思ったのは、てか、まあ、今日まさにね、関係者の方は聞いたんですけど、やっぱり防衛省のやっぱり一部の方々はそれ真剣に考えてますよね、うん、つまりアメリカが撤退した後の東アジアって我が国どうなるのと、うん、だからまあそういう意味で言うと装備品も含めてね、自分自身でやっぱりやらなきゃいけないし、装備品について米国製じゃなくてもいいってことになってくると、それはヨーロッパ諸国が売り込みに来ますよね。だからドイツとは2プラス2って外務防衛大臣会合やったりとか、はい、あるいはイギリスともやり始めてるっていうのは、実際に装備品を売りたいんだと思うんですよ。なるほど。だからまあそういう意味においては戦争はやるかやらないか、まあ、それか少なくともその不安定化という雰囲気の中で、我が国がそういう意味でまあ大量に装備品を買うという状況で、まあ、アメリカはそういう意味においてはまあ日本の独占的なマーケットとしなくなるんだけども、まあ、別のところで使えればいいよねと、うん、そういう意味においてはだから代理戦争でバンバンやると。なるほど。これ、うん、じゃあカシミール地方でもまた戦争といいますか、うん、内紛は、まあ、今も、ね、ちょっとあのしてますけども、さらに激化する可能性もあるんですか、ね、結構僕大きくなんじゃないかなと思ってるのは、うん、やっぱりパキスタンとインドが今妙に仲良くなってるんですよ、はい、でパキスタンは新中国ということになってましたけど、はい、ただそれを通り越してイランと今中国仲良くなってますよ、ね、だからなんとなくわーっとこうその戦争の時にこううまくブロックがこう改正されるように新しくなってて、うん、でそこでやっぱりミャンマーは火種になってるっていう感じかなと思うんですけどね、うん、ですから中東もそうなんですけども、やっぱり南アジアっていうのが被覆可能性もあるのかななんて考えると、うん、朝鮮半島はむしろ、うんまあ、やるとしてももうちょっと後かなと思いますし、うん、そういう意味で言うとちょっとエアポケットになるのかなと思うんですね。なるほど、うん、だから中国とアメリカはそういう意味においては、話し合いをだらだらとやる協議体ができればいいので、うんまあ、6カ国協議パート2という感じなんじゃないかなと思いますけどね。これゆくゆくは北朝鮮も戦場になる可能性もあるんですか。いや僕全然ないと思いますね。それはない、全くないと思います、うん、もう想像以上に平和に一緒に、うんまあ、要するに南北間で話ついてますからね、これね。なるほど、うん、そうなんですよ。昨日そういえばなんか、うん、私のフェイスブックにいきなりなんか、国家情報院のなんか偉いエージェントの人からなんかいきなりハローとか言って、いやなんか東大で先生やることになったのはははとかなんかフェイスブック書いてありましたけどまあなんか言いたいことあるんじゃないですか。彼今ミャンマーやってますよ。へえ。やっぱ韓国も実はミャンマーやってるんですよ、はい、
だってどんな中身だったのか気になります。ランクン事件ってだってあれね、うん、あったじゃないですか、はい、北朝鮮と韓国がまさに絡んで、であれミャンマーでしょ場所が。ミャンマーってあの辺は本当にもう本当に朝鮮半島のエージェントたちがバーってこうね関わってるんですよ。だこの話とも連動してるんです実は。だこっちで火がつけば多分朝鮮半島火つかないんですよ。なるほど、うん、まあ、本当にエアポケットになってるっていうことなんですね、うん、と思いますね。はい、わかりました。ちょっと次回は今度は韓国についてお伺いしたいと思います、はい。